美しいアーチ状の石橋。先人たちが知恵を用いて架けた生活の橋です。のどかな田園風景が広がる大分県の南西部、豊後大野市。およそ9万年前、阿蘇山の巨大噴火による火砕流で覆い尽くされた大地はやがて冷え固まり、ダイナミックな景観を生み出しました。豊かな大地のよみがえりをかたどる滝。人々の営みの歴史を感じられる豊後大野市は、2017年祖母傾き大久江ユネスコエコパークとして登録。今回は大地に育まれた歴史に触れながら滝の景観を楽しみます。ユネスコエコパーク機構、豊後大野滝めぐり編。川のせせらぎがとっても心地いいです。私は大分県豊後大野市にやってきました。祖母傾き大久江ユネスコエコパークの魅力をお伝えするユネスコエコパーク機構。今回は豊後大野市が誇る滝を巡ります。それでは案内人をご紹介します。大分豊後大野ジオパークガイドの後藤ひろ子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。バッチにもひろ子と書いてありますね。はい、書いております。はい、大分豊後大野ジオパークガイドの後藤ひろ子さん。故郷を愛するベテランガイドのひろ子さんは、自然の成り立ちや歴史を地元の児童や生徒に伝えながら、その魅力を発信する豊後大野の大自然マスター。そんなひろ子さんと滝めぐりを楽しみます。ひろ子さん、はい、今日は滝めぐりということなんですが、はい、豊後大野市は滝が多いんですか？多いですね。滝がたくさんあります。もう今日は滝を思いっきり見ていただきますね。楽しみです、はい、ちなみに、はい、その滝が多い理由とかってあるんですか？はい、そうですね、お隣の熊本県の阿蘇山が大噴火を起こしましてね、でその火砕流というのが流れてきて、この土地を全部埋めてしまって、でその後雨が降ると川ができますよね。川が滝となって流れてるというところなんですよね。今私たちがいる場所、はい、この後ろの崖もまたすごいですよね。そうでしょう、はい、そう、この崖ももしかして火山ですか？そうなんですよ。これも阿蘇山の噴火によってできたものであると言っても間違いないと思いますね。そうなんですね、はい、で下の草が生えてる部分が12万年前にね、阿蘇山が大噴火を起こした。で上の岩のゴツゴツしてる部分が約9万年前に大噴火したというものなんですね。実はね、あの上に見えてる岩、ゴツゴツしてる岩が、はい、ここにもあるんですよ。あの岩と同じものが。そうなんですか、はい、見つけますか？はい、はい、ね、たくさん、まあ、大きいのから小さいのからたくさんありますけどね、これがそう、これ溶血凝灰岩と言います。溶血凝灰岩、はい、一旦溶血固まって冷えて、こうやってあの黒い部分が見えるでしょ、はい、これがね軽石なんです。なんか思ったよりも見た目よりも軽いですよね。そうでしょうね、ちょっとだけ、これが、うん、溶血溶血溶灰岩、はい、難しい、溶灰岩ですねともう一個気になったこといいですか、うん、あそこにトンネルがあるじゃないですか、はい、トンネルですね、はい、あれって、はい、その、まあ、火山の噴火によって積もったところをわざわざ掘ってるわけですよね。そうなんですよ。このトンネルの向こう側が、はい、あの三重町というところでね、はい、三重町駅から、まあ、このトンネルを作らないと列車が通らない。12万年前の岩にそのトンネルを掘ってる。あの大正11年にできました。ここの場所は今も列車が通ってるんですか？通ってます。宝肥線と言いましたね。はい、宝肥線が通ってます。この崖のトンネルから列車が出てくるとこ、うん、すごい景色なんじゃないですか？そうなんですよ。もう1両の列車もありますし、はい、2両3両でつなげてる列車もありますけど。ひろ子さん、はい、ここに
ジオパークって書いてあるじゃないですか。はい。この番組ユネスコエコパーク機構なんで、はい、エコパークをご紹介してるんですけど、はい、豊後大野市はジオパークにも認定されてるんですか？そうなんですよ。10年前に日本ジオパークに認定されましてね、その後だいたい7年ぐらい前ですかね、今からユネスコエコパークにも認定されました。豊後大野市全体で。全体ですか？はい、そうなんです。全体がエコパークにもジオパークにも認定されているっていうのは珍しいんじゃないですか？はい、そうだと思いますよ。あのね、日本全国で今そういうところが4箇所あるらしいんですよ。でもたった4箇所？はい、4箇所しかない。そうなんですね。その中に私の住んでいるこの豊後大野市が入ってるんですよ。おー、それだけ豊かな自然がたくさん残ってるということですよね。はい、そうですね。今日はそんな豊後大野市の滝楽しみながら巡っていきたいと思います。はい。でもその前に、はい、ぜひご覧いただきたいところがあるんですけれどもね、はい、あの豊後大野市にやはりこの9万年前の噴火の時にできた凝灰岩、はい、凝灰岩に掘られた石仏をね、ぜひご覧いただきたいと思います。まずそちらの方にご案内したいと思います。石仏、どんなものか気になります。はい、よろしくお願いします。はい、かしこまりました。あ、やっと上がってきました。これが素顔の石仏です。綺麗でしょ。これが石仏ですか？はい。うわー、大きいですね。大きくってもう本当に素晴らしい仏様ですね。こちらは岩壁に直接彫られた石仏、スガオマ骸仏。9万年前、阿蘇火山の巨大噴火による火砕流が冷えて固まった溶血凝灰岩に彫られています。平安時代後期に作られたといわれる磨崖仏。豊後大野は全国的に見ても磨崖仏が極めて多い地域となっており、ここの他にもたくさんの磨崖仏を見ることができます。繊細で美しい彫刻の素顔磨崖仏は国の重要文化財と国史跡20の指定を受けています。こう思ってた石仏って、ね、はい、こうなんていうんですかね、石像といいますか、はいはいはい、こう独立したものを想像していたんですけど、こちらは岩に掘られてるんですね。掘られてるんですよ。へえ。ですからこういう石仏、仏様を磨崖仏と言います。磨崖 仏、はい、文字通り、はい、崖をこう磨くようにして掘ったから磨崖仏なんですね。そうなんです。はい。へえ、うん。色もね、綺麗にこう光背がついてますし、残ってます。そうですね、赤っぽくなってます。うん、はい、そうですね。これは色を塗ってるんですか？そうですね。昔はこうやって色をつけて、まあ、それがいつの時代か、また地元の人たち、信者の方がこう上から塗ったのかな、それともその当時のものが残ってるかなっていう感じですね。はい。一番左側がですね、よくご覧いただくと手が何本も見えますでしょ。本当ですね。ね。ですから千手観音様。千手観音。はい、どんな悩んでる人も病気の人もこのたくさんの手でもって救ってあげますよっていう千手観音様。はい。お隣は。うん、お隣は薬師如来様。はい、薬師如来、はいはい、それからそのお隣が阿弥陀如来。阿弥陀如来、はい、そして十一面観音ですね。十一面観音、はい、でこちらはよく見るとこの頭の上にね、はい、またお顔が見えますでしょ。ああ、はい、本当だ、はい、ですから大きなお顔の上にまたお顔があるという、はい、全部で11のお顔を持っていたということで、はい、11面観音と呼ばれてます。4体じゃなくて5体なんですよ。え、そうなんですか？はい、今4体しか見えないですけど、あちら右手の方に、はい、ちょっとこう隅っこの方に、はい、本当だ、お分かりですか？はい、お顔だけですか？そうですね、ちょっとここは半肉彫り
よりもちょっとこう堀がね少ないですけれども浅いですけれども、はい、毘沙門天と呼んでます。毘沙門天、形があの当時掘られたそのまま残されてる、約1000年の間ねこうやって残っている。火砕流が流れてきてそれが豊後大野にはたくさん積もってる火砕流の跡がありまして、そういったこう崖になってるんですね、岩になってて、ですからあの地域の信仰心の厚い方々が多分ここにこうやって仏様を掘った。そうなんですね、はいはいはい、その自然に起きたその噴火っていう現象がこう人々のこう、まあ、信仰の対象だったり生活にもこう役立っているというか生かされているんですね。はい、そういうことです。豊後大野にある数多くの磨崖仏の中でも代表的な素顔磨崖仏、皆さんも先人たちの偉大さを感じてみては。ここが最初にご案内する鎮山の滝です。うわ大きいですね。はい、とてもすごい大きな音で流れてますね。うわ音がすごいですね。そうですね、もう大変迫力のある滝ですね。はい、あの分かれて落ちていってるんですね。はい、これあのもともとですね昔あった滝が13条に分かれて落ちてたそうで、それをあの昔の通りにまた作ったということは上の部分が人工的に作られたものなんですよ。そうなんですね、はい、もっとこう削れていたんですね。そうですね。でなぜ人工的に作られたかっていうと明治42年にね、はい、別府市から大分市この間今国道15線が走ってますが、ここにあの電車が走ってまして、その電車を走らせるためにここにダムを作って発電して電気を送っていたというそういう流れがあるんです。この滝を利用して発電が行われていたんですか。はい、そうなんですよ、まあ、それであの発電所としてその水を貯めてダムとしてね作っていたもので水がここから流れなくなっちゃったんですね。ダムとしてせき止めたので、はいはい、それでもうしばらくの間はこの滝が見れなかった、うん、そうなんですか。はい、残念ながら今こんなに水量ありますけど流れてなかったんですか。流れてなかったんですよ、まあ、それであのこれじゃ滝の役目を果たせないと、であの九州電力がねその補強工事をしてボロボロ落ちる石などをこうコンクリートで固めてね、そしてあの平成8年に昔のように水を流し始めたということなんです。実はですね、はい、その発電所の跡というのがここなんですよ。これですか。はい、そうです。どうぞ。これが発電所跡ですか。跡です。はい、わそうなんですよ。今こうやって残ってますけれどもね、ここにもあの溶血凝灰岩が使われてますよ。ずっと外側にこの建物、これコンクリートじゃないんですか。あの内側はその固めてますけどね、漆喰のようなもので、でも外側は全部この凝灰岩で固めて、ここにも火山の噴火のことがこう、はい、つながってるんですね。そうなんですよ。もう至る所にねその凝灰岩の恩恵を受けてますね。そうなんですね、うわあ、大きい、大きいですね本当に。なんか歴史を感じますよね。そうですね、なんかあのこの雰囲気がいいっていう若い方がね多いんですよ。いやそれ分かりますね。そうですか。なんとなく、こうノスタルジックっていうんですかね。そうでしょうね。そんな感じがします。
やこの場所は写真映えしそうですよね。そうですね、まあ若い方にとってはそれが魅力じゃないんですかね。はい、でわざわざコスプレしてねここで写真撮ってる方見かけますよ。いやこれはいい写真が撮れそうです。なんていうか異世界っぽいですよね。少しだけそうでしょうでしょう、はい、そうと思います。木のね、はい、横にゴツゴツした岩がこう縦に並んでるのが見えるでしょ、はいはい、あれが、柱状節理と言います。柱状節理、はい、で阿蘇の9万年前に噴火したってさっき言いましたね、はい、それが冷えて固まった時にね、はい、こうやって縦にねひび割れる性質を持ってるんですよ。柱状節理はもろく壊れやすいためにこうやって滝ができるわけですからね。もっと昔は滝はもっと手前にあったんじゃなかろうかと想定されてます。じゃどんどん削れていって今の場所になったっていう説があるんですか。そうなんですよ。すごい壮大な話ですね。そうですねこの滝のすぐ近くまで行けますのでね、行きましょうか。はい、お願いします、はい、行ってみましょう。わあ、すごい迫力。あ、すごい水の量ですね。本当ですね、はい、音がまたさっきよりも大きくなった気がしますね。そうですね。わ、これさっき下で見た時よりも、はい、さらに大きく見えますけど、そうですね、幅ってどのぐらいあるんですか。幅はね、100メートルあります。100メートルもあるんですね、はい、100メートルで高さが20メートルと言われてます。わあ、もう下の方とかちょっともやもやというか、うん、はい、全部水しぶきですもんね、はい、すごいですね。なんか住んでるんじゃないかいや、大社が住んでたっていう伝説もありますけどね。そうなんですか、はいはい神秘的ですね、近代化を支えた水力発電所跡。皆さんも自然のエネルギーを感じてみては。綺麗な川がずっと流れていてとっても素敵な場所ですね。そうですね、はい、この近くに滝があるんですか、はい、近くに滝というよりも今滝の上に立ってらっしゃるんですよ。え、はい、滝の上上、はい、ここがですか。はい、ここがこっち、こっちだよ。こっち、はい、ここ滝がこう流れてる上なんですか。そうなんです。珍しいでしょ。ですね、ここはなんていう滝ですか。ここが原尻の滝と言います。原尻の滝、はい、わあ、まさか滝の上に立ってるだなんて思いませんでした思いませんよね皆さん本当まさか滝がこんなにね自分足元にあるとは思わないですね、はい。今目の前に広がってるこの岩が結構こう特徴的な形じゃないですか、はい、そうですね。これはなんでこういう形をしてるんですか、はい、これ溶結凝灰岩っていう阿蘇の、ね、9万年前に噴火してできた石なんですけれども、これが昔はこういうふうな歩道がなくってね、はい、上からずっと水が流れてきますでしょ、はい、そしたらその水の流れがここでこう岩の上で渦巻いて、はい、それでこういう溶結ができた、はい、
そうなんですね。水の力でその岩がどん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 削られて、そうなんです。だからこういうこうボコボコしてて、穴が開いててっていう形なんですね。そうですね。面白い、こんなところにも火山のお話が出てくるんですね。そうですよ、もう火山とは切っても切れないですね豊後のは。確かによく見たら、あの、最初にお話しいただいた、こう溶血凝灰岩の特徴といいますか、こう模様がありますもんね。黒い模様があるでしょ。これが軽石が圧縮されてできてるもの。すごい。これ今私たちはこの上にいるっていうことなんですけど、これ今見えてる範囲だけでも結構広いじゃないですか。どこからどこまでが滝になってるんですか。そこの水が流れてるところからこちらまでこう湾曲してましてね、120メートルあるんですよ。さっきの鎮田の滝よりも長いんですね。長いですね、大きいですね、はい、ぐるっと囲むような形になってるんですね。そうですそうです、こうバテイ型をしてますね、ここも。ひろこさん、はい、あのずっと流れてるこっち側に鳥居があるじゃないですか、はい、これは何ですか。珍しいですね、川の中に鳥居があるなんて ね、うん、これはあのこの地域で行われる秋のお祭りでね、毎年秋に行われます、尾形三社川越祭りと言います。はい、はい、三宮社というところからおみこしがこの鳥居の下をくぐって二宮社という神社まで行くんですよ。はい、で帰りもまたそこからくぐって三宮社に帰るという、まあ、これあの尾形町のね秋祭りで、ね、有名です。そうなんですね、はい、これ川のところをこう渡っていくんですか。そうなんですよ、ちょっとこの少し上の方はもっと深いですけどね。であの水の流れがひどいでしょう、すごいでしょう、ですから倒れないようにとね、おみこしを一生懸命担いで渡ります。それがもう代々この地域に伝わる祭りなんですね。伝わるお祭りですね、はい、うん、どういうことをこう祈願するお祭りなんですかね。そうですね、やっぱり五穀豊穣ですね、秋祭りですからね、うん、そうなんですね、はい、滝の上にこうやって鳥居があるってこんな景色、はい、なかなか見ることないですよね。そうでしょうね、はい、そう思います。ひろこさん、はい、せっかくなのでこの滝をこう、はい、眺めたいんですけど、はいはい、どこから見ることができますか。お任せください、その場所に参りましょう。これからやったー、はい、お願いします。はい、行きましょう。おお、迫力すごいですね。そうですね、いやここまでこうしぶきがね来ますね。ああ気持ち、これがマイナスイオンって感じがします。俗に言われてますね。そんなに太陽が出てる時ですとね、はい、虹になって見えるんですよ。あ、うん、でこの辺りね、岩がゴロゴロしてるのが、うん、あのこの滝も柱状節理といって、その岩が、岩の柱がこうね並んだように、それが水の力で壊れてこの辺りに流れ着いた。あの先ほどの鎮田の滝は、はい、上から見下ろす形で見たじゃないですか。はい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 、原尻の時まさかこんなに近くまで来られるとは思わなくて、そう、この同じぐらいの目線から見る滝っていうのも迫力があっていいですね。でしょ、こういう滝はもう珍しいと思うんですけど、この滝はねこういう形をしてますから東洋のナイアガラと言われてるんです。東洋のナイアガラ、はい、そうなんですか。確かに言われてみれば、うん、そう見えてきました。ありがとうございます。いや水量がもっと多ければね、本当にナイアガラそのままだと思うんですけど、まあ今はちょっと、うん、尾形の豊後野の原尻そのままじゃないですか。田植えの時期になりますとね、この上流から水をこう取り入れてるところがあるんで、水の量が少なくなります。この水は田植えにも使われてるんですね。でも本当に人々の生活の中にね、はい、使われて生きてる滝ですね、はい。
今回は火山の噴火と人々の暮らしのつながり、そしてこの迫力満点の滝を見ることができてとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。これからこの豊後大野市のこの豊かな自然、どんな風に守っていきたいですか？そうですね、やはり豊後大野に住んでる人たちはジオパーク、エコパークに認定されるまではこれが当たり前だと思ってたんですよね。そんなに価値があるものであるかっていうのは分からなかった ですけれども、これからはこの自然豊かな豊後大野のいろんなものをね、やはりそのままにしておくんじゃなくて守っていかなければいけないなと思います。ジオパークにいたしましてもエコパークにいたしましてもね、1500メートル級の山が宮崎県との間にもねそびえてますけれども、はい、そういう、まあ私思うんですけど、そういう山の登山道を掃除したりとかね、川を掃除したりとか、うん、やはり訪れてくださる方に気持ちよくねここで遊んでいただきたいと、そういう思いがしております。皆さんもこのマイナスイオンを浴びに魅力満点の豊後大野に遊びに来てください。はい、来てください。9万年前阿蘇山の大噴火により火砕流で埋め尽くされた大地豊後大野、やがて水が流れ草木が芽吹きよみがえった独特な地形、先人たちの知恵、ここにしかない文化歴史がこの大地には刻まれています。完璧に掘られた須賀尾磨崖仏、豪快に流れ落ちる鎮座の滝、東洋のナイアガラ、原尻の滝、皆さんもよみがえった大地、ダイナミックな景観を楽しんでみてはいかがですか？